デオキシリボ核酸、デオキシリボ核酸、デオキシリボ核酸、DNA は核酸の一種。地球上の多くの生物において遺伝情報の継承と発言を担う高分子生態物質である。DNA は、デオキシリボース、ご担当と、リン酸、塩基から構成される核酸である。塩基は、プリン塩基であるアデニン、A トグアニン、G、ピリメジン塩基であるシトシン。 チートチミン T の4種類ある。T にデオキシリボースの1位に塩基が結合したものをデオキシヌクレオシド。このヌクレオシドのデオキシリボースの5位にリン酸が結合したものをデオキシヌクレオチドと呼ぶ。ヌクレオチドは核酸の最小単位であるが DNA はデオキシヌクレオチドのポリマーである。核酸が構成物質として用いる糖を構成糖と呼ぶが 構成等にリボースを用いる核酸はリボ核酸 RNA という。ヌクレオチド分子は糖の酸くらい OH 基とリン酸の OH 基から水が取れる形でホスホジエステル結合を形成して結合し、これが連続的に砂上の分子構造を取る。ヌクレオチドが100個以上連結したものをポリヌクレオチドというが、これが DNA の一本鎖の構造である。DNA には 方向性があるという。複製の際、DNA ポリメラーゼは誤算末端の向きで DNA を合成する。RNA の転写もこの方向性に従う。二重差 DNA では、2本のポリヌクレオチド差が半平行に配向し、右巻きの螺旋形態を取る二重螺旋構造。2本のポリヌクレオチド差は、相互的な塩基、A、T、G、 C 体の水素結合を介して結合している。塩基の相補性とは、A、T、G、C の4種の塩基うち1種を決めれば、それと水素結合で結ばれるもう1種も決まる性質である。A、T 間の水素結合は2個、C、G 間は3個であり、安定性が異なる。例外的に特殊な配列が左巻ら線構造を取る場合があり、これは、 Z 型 DNA と呼ばれる。この双方的二本差構造の意義は、片方を保存用、センス差に残し、もう片方は遺伝情報を必要な分だけ、mRNA に伝達する、転写用、アンチセンス差とに分けることである。また、二本鎖の片方をそのまま受け継がせるため、正確な DNA の複製を容易に行うことができるため、遺伝情報を伝えていく上で、 決定的に重要である。DNA 損傷の修復にも役立つ。詳しくは二重螺旋。DNA の長さは様々である。長さの単位は、2本鎖の場合 BP、ベースペア、塩基体、一本鎖の場合 NT、ヌクレオチド、塩基、ヌクレオチドである。細胞内の DNA には、幻覚生物や、ミトコンドリア DNA のような感情と、 深刻生物一般に見られる、線状がある。自然界の DNA は、螺旋巻数が理論値、1回転あたり10.4円期よりもほんの少し、小さい。線状を DNA には、問題はないが、環状 DNA ではこの差による、不安定を解消するために、間に、ねじれが生じ、これを DNA の超螺旋、または、負の超螺旋という。細菌のゲノムは、 通常環状 DNA であり、細胞内で核様体と呼ばれる構造体を形成する。核様体は、深核細胞の核膜に対応する膜構造は持たない。深核細胞のゲノム DNA は、ヒストンというタンパク質群と結合して、ヌクレオソームと呼ばれる構造を作る。ヌクレオソームは、クロマチンの基本単位であり、 分裂器にはさらに折りたたまれて染色体を構築する。古細菌のゲノムも細菌と同様に核様体を作るが、深核細胞のヒストンに似たタンパク質も持っている。またオルガネラでもミトコンドリアや葉緑体は独自の DNA を持つ。このことがオルガネラの由来に関する膜進化説に対する細胞内強制説の証拠であるとされている。形状は 感情のものもあれば、そうでないものもある。DNA のヌクレオチドの並び方を塩基配列という。本来はヌクレオチド配列というべきだが、実際の際は、それぞれの塩基部分のみであるためこのように呼ばれる。別な呼び方では、遺伝暗号、ジェネティックコードという専門的な呼称もある。塩基配列は、タンパク質のアミノ酸配列に対応しており、3つの 塩基の組み合わせが20種類のアミノ酸1つずつに対応してり、mRNA に配列の情報を転写し、細胞内のリボソームで mRNA の3つの塩基が並ぶ情報、コトンが翻訳されて、アミノ酸が砂状につながって、タンパク質が合成される。この連鎖は全生物に共通の原理であるためセントラルドグマと呼ばれる。ただし、一般的に広まっている。 DNA は、生命の設計図という表現は、専門家からの批判が多い。イギリスの生物学者、ブライアン・グッドウィンは、生物を遺伝子の性質に還元することはできな。生物は、それが生きている状態を特徴づけるようなダイナミックな、系として理解されなければならない。医学博士の小木原清文は、遺伝子はあくまでもタンパク質の設計図にすぎません。すなわち、遺伝子から読み取られる。 タンパク質が脳細胞の形や配置の仕方を決めることはあっても脳ができるときに一つ一つの脳細胞がお互いにどのように結合するかということまでは遺伝し決められないのです。などと述べている。実際、人の場合 DNA 中でタンパク質合成の設計に預かる部分は全体の1.5%に過ぎない。DNA の塩基配列を mRNA に転写させる。 遺伝子発現は、ヒストンに巻きつき折りたたまれた状態のままでは、不可能である。転写の前段階に、特定の化学物質が、ヒストンのリジン残機と結びついて、アチル化を起こし、もともと帯びていたプラスの電化を弱める。すると、マイナスの電化を持つ DNA との結びつきが弱まり、ヒストンが離れて、遺伝暗号部分を含む、特定の DNA 螺旋に本鎖が剥き出しになる。 DNA 上の遺伝暗号を発現をしようとすると、まずその部分の脇にある、プロモーターという塩基配列の転写調節領域に、複数の基本転写因子というタンパク質が集まってくる。この中にある、活性酵素のヘリカーゼが作用し、DNA の二重螺旋が離れて二本の一本差となる。この部分に RNA ポリメラーゼ E という酵素が、取り付き、mRNA の合成を行う。 遺伝暗号は2本鎖から解かれた2本の1本鎖のどちらかに載っていることになるが、もう片方の1本鎖の相互的となる部分に別の遺伝暗号が載っている場合がある。この場合も発言すべき遺伝暗号は基本転写因子により制御される。上のようなプローター部分に基本転写因子が集まるシステムは遺伝暗号とは全く別のところにある延期。 配列部分の促進によって調整される。この部分はエンハンサーと呼ばれ、やはりここにアクチベーターというタンパク質が結合することで基本転写因子の活性につながるシグナルを発する。このように DNA のある箇所が遺伝子発現を起こすためにはタンパク質合成に預からない塩基配列部分を介した複雑なメカニズムに左右される。また、クロマチンが溶けなければ 基本転写因子の接近も難しく、束の部分によっては、非常に固く縮こまった部分、ヘテロクロマチンなどではほとんど遺伝子発現が起こらない。この一例が、X 染色体の不活性化である。DNA と RNA は共に、ヌクレオチドの重合体である核酸であるが、両者の生体内の役割は明確に異なっている。DNA は主に核の中で情報の蓄積、保存、 RNA はその情報の一時的な処理を担い DNA と比べて必要に応じて合成分解される頻度は顕著である。DNA と RNA の化学構造の違いの意味することの第一は RNA は DNA に比べて不安定である。両者の安定の度合いの違いが DNA は性的で RNA は動的な印象を与える。 DNA と RNA の化学構造の違いの第1は、高生糖が、RNA はリボースで、リボースから2くらいの水酸元で酸素が1つ、少ない2でオキシリボースであることである。これにより、高生糖の立体配座が異なる。DNA ではリボースが C にエンド型構造を取ることが多いが、RNA では2くらいのヒドロキシ元の存在により、立体障害が生じ、リボースが C3 エンド型構造を取る。このため DNA は B 型螺旋構造を取りやすく、RNA は A 型螺旋構造を取りやすくなるという違いが生じる。この結果 RNA の螺旋構造は、主向が深く狭くなり、含み溝が浅く広くなる。螺旋構造についての詳細は、記事二重螺旋に詳しい。一本ぐさり RNA では2くらいのヒドロキシ元が、 比較的柔軟な構造を取り反応性もあるため DNA と比較すると不安定である。水酸元の酸素には孤立電子体が2つあるため負の電荷を帯びており、例えば近接したリン酸のリンは周囲を電気陰性度の高い酸素原子に囲まれて水酸元の酸素原子から嗅覚攻撃を受けやすく攻撃によりホスホジエステル結合が切れリン酸とリボースの骨格が壊裂する。 可能性があるなど DNA と比べて不安定である。この特性から翻訳の役割を終えた mRNA を直ちに分解することが可能になる。バクテリアでは数分動物細胞でも数時間後には分解される。安定 RNA では一本差に水素結合を形成し螺旋構造となるなど多様な二次構造、三次構造をとり安定性を増している。 等に結合している塩基にも違いがあり、DNA は A、C、G、T であるが、RNA は T が U に変わっている。ただし、DNA 上にも U が稀に生じることがあり、また、塩基に T ではなく U を用いる DNA、UDNA を持つ生物も存在する。圧倒的大多数の生物で、DNA の構成塩基に U ではなく T が用いられるのは、 同じピリミジン塩基である C は自然の状態でも脱網化することで U に置き換わることがあるからだ。そのため UDNA は頻繁に塩基配列が変化し、またそれを防ぐためには損傷して U に変化した C と元々が IU であるのと識別する必要があるという題がある。T は U の2にメチル元がついている構造をしている。メチル元は 水素結合に関わるものの他の原子にはほとんど反応しない。また、U に比較して C からは容易に生じず C の損傷によって生じた U を容易に検出できる。以上より DNA では U ではなく T が用いられているが、ウラシルは地味によりエネルギー的に有利であるため RNA ではウラシルが用いられている。DNA と RNA の物理科学的性質について DNA と RNA は共に、紫外線である波長260ナノメートル付近に、吸収極大を持ち、230ナノメートル付近に、吸収極小を持つ。この急高度は、タンパク質の280ナノメートルよりもずっと、大きいが、これは、DNA と RNA の塩基はプリン、またはピリミジンに由来するためである。ただし、二重螺旋構造の DNA の場合、 溶液を加熱するとその急高度は増す、濃色効果。これは DNA は規則正しい二重螺旋構造ゆえ、全体の急高度は、個々の塩基の急高度の相和より小さい単色効果が、熱によって水素結合が切れ、二重螺旋構造が溶け、拡散の変成、個々の塩基が自由になり、独自に光を吸収するためである。また、 DNA と RNA はアルカリ溶液中で挙動が異なる。RNA は弱塩基でも容易に加水分解するが DNA は安定して存在する。細胞の分化に伴い DNA の一部が欠落する場合を除き、核内の DNA が有量は生理的条件に左右されない。すなわち一般的な体細胞は二倍体で、卵、精子等は半数体、 一倍体である。つまり卵、生死の核の DNA 含有量は、その生物の体細胞のほぼ半分。厳密には、Y 染色体が X 染色体より小さい場合、生死の DNA 量は、X 染色体を持つ場合半分より多く、Y 染色体を持つ場合半分より少ないである。DNA 含有量は、個々の生物で特有であり、一つの種類で、二倍体ならば、 どの種類の細胞であろうと値は一定である。脊椎動物では、両生類では特に高い。哺乳類では種類ごとの含有量の差が小さく、6から7 0ムぐらいであり、鳥類はその半分ぐらいである。この現象は複製のためにあり、体細胞分裂ごとに DNA は2倍に増加して、2個の娘細胞に等分される。DNA の合成は、 染色体が出現する分裂器ではなく、静止核の時期である寒気の S 期に行われ、分裂器は合成された DNA を、娘細胞に等分する時期に当たる。詳細は、細胞周期参照。また DNA は、分裂換気から分裂器までの間、転写をせず、安定な状態で、娘細胞の中に入れられる。ヌクレオチド及びその結合体であるポリヌクレオチド、DNA、 RNA は生物を原料とするほとんどの食品に微量を含まれており、魚の白子や動物の抗がんなどでは、含有率が高い。DNA を摂取すると、体内で一旦ヌクレオチドに分解された後、ヌクレオシド酸リン酸となり、RNA、DNA を効率的に合成する材料となる。工業的に効率的に分離するための原料として、鮭の白子や、 ホタテ貝の生殖層などが利用されている。すべての生物で細胞分裂の際の母細胞から娘細胞への遺伝情報の受け渡しは DNA の複製によって行われる。DNA の複製は DNA ポリメラーゼによって行われる。詳しくは DNA 複製を参照のこと。DNA が親から子へ伝わるときに DNA に変異が起こり。 新しい形質が付加されることがあり、これが種の保存にとって重要になることがある。細菌など分裂によって増殖する生物は条件が良ければ対数的に増殖する。その際、複製のミスによって薬剤体制のような新たな形質を獲得し、それまで生息できなかった条件で生き残ることができるようになる。有性生殖をする生物において、 DNA は、原数分裂時の染色体の組み換えや、配偶子の染色体の組み合わせにより、次世代の形質に多様性が生まれる。これまで2本差、もしくは1本鎖のみと考えられていた DNA で、あるが、近年3本鎖 DNA の存在が示唆されてきている。通常、DNA は、真核生物の細胞内では2本鎖の状態で、存在している。 その DNA の GC 含量にもよるが、DNA は、摂氏60度前後で、水素結合が壊れて一本差となる TM 値。逆に温度が下がり、摂氏0度を下回るあたり BM 値。若干の幅があるで、細胞室内のリン酸元を中心に3つの塩基が同じ高さに来ることがある。この場合、事実上3本の DNA 差が並列に存在することとなり、 DNA は三本差となる。リン酸を必要とするため、単純な DNA 溶液のみでの実験を行っても、インビトロ、試験管内などの人工的に構成された条件下での証明が難しい。今後はより再現性を高めた研究が進むものと期待されている。三本差となった DNA においても、そのねじれは日本鎖の場合と変わらず、約1 0 5塩基ごとに一周である。 三本差になることにより、二本鎖の場合の DNA の一時構造の保持への負担はより軽くなると思えれがちである。しかし、実際に保持エネルギーを計測すると三本鎖、DNA の方がエネルギーが大きく、はるかに不安定であることが実験的に証明されている。なお、一部の端子菌類では自然界で正常に存在している状態で三本鎖の DNA を有するものが見つかっている。これらの DNA が転写、複製される場合、3本が同時にほどけるのではなく、1本ずつ順番にほどけて複製される。そのため、これらの生物が DNA 複製を行う際、生体内の DNA 量を計測すると、ある一点で急激に増加するのではなく、段階的に化していることがわかる。詳しくは遺伝子を参照のこと。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。